皆さんこんにちは。生涯全力スキーヤーの直樹です。今回は全国のスキー場の急斜面ランキングベスト4をお届けしたいと思います。この超急斜面、ぜひ皆さんも挑戦してみてください。それではどうぞ。第4位、最大傾斜40度。第4位には同率で6つのスキー場がランクインしました。北海道のニセコマウンテンリゾートグランヒラフスキー場、温泉ザワコース。北海道のニセコにあるスキー場の中で最大規模のグランヒラフスキー場。初心者から上級者まで楽しめるコースが30本もあり、最大傾斜40度の温泉ザワコースが最も斜度があります。2つ目が秋田県のジュネス栗駒スキー場からモールコース。ジュネス栗駒は秋田県の東成瀬村にあるスキー場で、雄大な自然の中を滑れるスキー場です。12本のコースがあり、ファミリーで楽しめるコースや 2.5 キロのロングコースがあります。最大傾斜40度のモールコースはパウダーコースで広い急斜面のパウダーが楽しめるという、パウダー好きには最高のコースです。3つ目が福島県グランドサンピア猪苗代リゾートスキー場からライトニングコース。こちらは福島県山郡にあるスキー場です。10分ほどで山頂の標高 1250m まで行ける高速ゴンドラスカイシャトルがあり、山頂からは猪苗代湖を一望できる景観のいいところが魅力です。最大斜度40度のライトニングコースは上部が特に急な斜面の1枚バーンです。下から見るとゾッとする斜面ですね。4つ目が群馬県ホワイトワールド尾瀬岩倉よりエキスパートコース。群馬県利根郡にある16のコースがある関東の中でも特に大きなスキー場です。中でも最大傾斜40度のエキスパートコース。ここが恐ろしいのは全長 250m で平均傾斜も40度ということです。つまりコース内の傾斜はずっと40度。平均傾斜40度超えはまず他のスキー場にもない斜面です。5つ目が群馬県みなかみ砲台樹スキー場よりイーグルコース。総コース数16本の合計距離が約 12,620m という砲台樹スキー場。最大傾斜40度のイーグルコースは急斜面の非圧雪エリアです。ディープなパウダーが楽しめそうですね。最後6つ目が岐阜県高須スノーパークよりチャンピオンコース。岐阜県郡上市にあるアクセスもよく、スキーヤー、スノーボーダーともに人気のスキー場です。15人乗りゴンドラで山頂まで一気に登ることができるのが嬉しいところです。最大傾斜40度の難所はチャンピオンコースです。全長 2250m、 最大斜度40度の未圧雪小斜面、さらにはコースにはうねりがあるという上級者でもなく超難関コース。初心者は迷い込まないように気をつけましょう。第3位、最大斜度42度。こちらも3つのスキー場がランクインしました。北海道小樽天狗山スキー場よりダイナミックコース。北海道小樽市にある天狗山の北斜面にあるスキー場で、ゲレンデから海が見える景色の良さも有名です。全長 1.5 キロのダイナミックコースは平均傾斜こそ15度と緩やかですが、最大傾斜はなんと42度。急斜面箇所は短いですが、それでも上に立つと尻込みしてしまいそうですね。2つ目が長野県白馬コルチナスキー場より稗枝山コース2。長野県の白馬エリアからも3位にランクインしました。稗枝山コース2は平均斜度36度、最大傾斜42度のコルチナの名物コースです。コルチナナンバーワンのパウダースポットとして最高の雪質を楽しめます。最後は岐阜県飛騨鴻ノ木平スキー場よりマウントコース。岐阜県高山市にあるスキー場で、初級、中級、上級とバランスの良いコース作りで、初心者でも山頂に行けるのでファミリーでも楽しめるゲレンデです。最大傾斜42度のマウントコースは滑り出しがかなり急な小斜面、平均斜度は25度ほどとのことですが、最初の滑り出しが急だとビビってしまいますね。第2位、最大傾斜43度。兵庫県ハイパーボール東八より東尾根下コース。なんと第2位に関西からのランクイン。これは非常に驚きです。兵庫県養父市にあるスキー場、関西最長になる約2キロのコースがあります。最大傾斜43度の東尾根下コースは平均傾斜は20度ほどですが、落ち込みでドンと急になるのが特徴です。こうした特徴のバーンは他のスキー場にもありますが、2位にランクインするだけあって、ここは落ち込み具合がレベルが違うでしょう。体感してみたい方はぜひ兵庫県まで。第1位、最大傾斜45度。第1位のスキー場も3つありました。1つ目が北海道マウントレースイスキー場よりラクーンライン。北海道夕張市にあるマウントレースイスキー場、特設コースには最大傾斜43度のカービングラインと最大傾斜45度のラクーンラインがあります。ラクーンラインは連絡通路的なコースなようですが、連絡通路で45度はたまったもんじゃないですね。ちなみに以前は最大傾斜53度のエクストリームラインというコースがあったのですが、現在は閉鎖されているようです。2つ目が長野県北信州木島平スキー場よりパイオニアコース。長野県下高井郡木島平村にある木島平スキー場からパイオニアコースが第1位に輝きました。パイオニアコースは全長870メートルで平均傾斜が35度。さらに水、土、日、祝日のみの限定オープンで、雪の状況によってクローズになることも多いという幻の超上級者向けコースです。写真で見たら崖というよりも壁に近いようなコースでした。最後は新潟県神立高原スキー場よりオリオンコース。最後は新潟県の南魚沼郡湯沢町にある神立高原スキー場にある平均傾斜35度のオリオンコースです。白板山の山頂から最大傾斜45度まで一直線に滑降することができます。コースの長さは450メートルと比較的短めですが、幅も広く雪質もいいので上級者の練習にもいいコースです。滑り出しの斜面が超急なので、挑戦してみたい方はぜひ行ってみてください。ということで、いかがでしたでしょうか。今回は全国のスキー場の急斜面ランキングをご紹介してきました。腕に自信のある方はぜひ一度行ってみていただきたいゲレンデですね。今後もシーズンが楽しみになるようなゲレンデ特集もお届けしていきますので、ぜひまた次回もご覧ください。それではまた次回にお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。